から一番長半の発表が始ます突然ですが皆さん都市の中心はどこにあると思いますか都市を訪れた時鉄道駅が中心だと思いがちだと思いますしかし必ずしもそうではありません仙台において人が集まるエリアは仙台駅周辺ではなくこの赤丸で囲われたエリアとなっています このエリアは一番町という場所で、ここが仙台の都市としての中心です。この一番町は明治時代から続く仙台の中心地で、ここにあるアーケード街は常に人でにぎわっており、七夕祭りの会場にもなっています。また、この一番町周辺には、東北大生もよく遊びに行く繁華街の国分町があります。しかしか この一番町エリアは仙台駅から少し離れた場所にあるので、駅とのアクセスについて見ていきたいと思います。地下鉄に関しては、一番町エリアから離れたところにしか駅がなく、地下鉄ホームまで移動するのに時間がかかってしまいます。バスについては、駅前のバスプールが使いづらく、また路線図が分かりにくく、渋滞がよく起こることから、一番町と仙台駅の アクセスは悪いと言えますそこで私たちは、一番町にバスターミナルを作り、駅とバスターミナルを結ぶ連接バスの運行を提案します。連接バスを作る理由としては、仙台駅とバスターミナル間の速達性の向上、バスターミナルや仙台駅でスムーズに乗り換えられること、 一番町の分散した交通拠点間のアクセス性の向上を狙っているので、私たちは専用車線を作り、そこに連接バスを走らせようと考えました。バスターミナルは一番町エリア内の東西方向の広瀬通りと南北方向の東二番町通りの交差点の北西の位置としました。 私たちはオフィスと商店街への利便性や、路線バスが多く走る東2番町通りと長距離バスが多く走る広瀬通りからのアクセスを考えてこの場所としました。バスターミナルの概要としては、敷地面積は約1万8000平方メートルで、地番町エリア経由の全ての路線バス、中距離バスの終点とします。 連接バスについては、後ほど詳しく説明します。バスターミナル内の移動施設としては、西側の1から4階と地下1階には商業施設、東側の3から14階にはオフィスを入れようと考えています。バス数については以下のとおりです。続いて、連接バスについての概要です。運行間隔は3分程度で考えています。 路線としてはこのように考えています。専用車線はすべて左側で、右折地は優先信号で対応します。料金については一律100円で考えています。路線図はこのようになっています。次にバスターミナル内の説明をします。1階の施設としては乗降場所の周りに 商業スペースや待合所を設置し、南側には地下につながる階段や吹き抜けがありますと。バースに関しては、1階のバースは路線バス専用となっており、北側の出入り口から入ってきて、南側に校車専用バースがあり、北側に乗車専用バースがあるといった配置となっています。 次に地下についてです。地下は高速バスの乗降場所の周りにチケット売り場や待合所、商業スペースを設置しています。この地下は地下鉄南北線の広瀬通り駅にも通じています。バースについては、はい、バスが入ってきて、降車専用バースがあり、その後、乗車専用バースが あるといいっった配置になっています最後にバスターミナルのデザインについてです。私たちはバスターミナルをアーケードと連続的につなぎ、利用者を自然に一番長に導くようなデザインにしました。これにより一番長の回遊性の向上、一番長のさらなる発展が望めると思います。以上で発表を終わります。